喜びの声が広がる n ンバーアンダーライン l i の快進撃。アメリカのミュージックシーンを席巻する n ンバーアンダーライン i ア,アメリカの iTunes チャートでトップ10にランクインしました。さらに、ヒップホップチャートでは3位を獲得しました。n ンバーアンダーラインアイアン I Underline GOAT がアメリカの iTunes チャートでトップ10にランクインし、 なんとヒップホップチャートでは3位を獲得しました。この素晴らしいニュースにたくさんの喜びの声が上がっています。この快挙はただ単に成功した楽曲のランクインだけでなく、日本の音楽シーンにおいても大きな意味を持ちます。まず、この楽曲がアメリカの iTunes チャートでトップ10にランクインしたこと自体が驚異的です。 アメリカは世界の音楽産業の中心地の一つであり、そのチャートにランクインすることは、世界的な注目を集めるということです。特に、ヒップホップチャートでの3位は、このジャンルでの強力な存在感を示しています。この快挙は、ナンバーアンダーライン愛とそのスタッフの長年にわたる努力と才能の賜物です。ゴートがアメリカでこれほどの成功を収めた背景には、 多くの要素が絡み合っています。まず、その音楽性とメッセージが多くの人々に響いたことが挙げられます。この曲は、エネルギッシュで魅力的なサウンドと力強いメッセージを持ち合わせており、聴く人々の心を掴んで話しません。さらに、アーティストの熱意と才能が、その楽曲に深い魅力を与えています。n ンバーアン Underline I は、 音楽への情熱と常に挑戦し続ける姿勢を持つアーティストとして多くのファンの心を掴んでいます。また、この成功は日本の音楽産業においても大きな意味を持ちます。日本のアーティストがアメリカのチャートで成功することは日本の音楽文化の国際的な認知を高めることにつながります。これによって日本のアーティストが世界市場での地位をより確立し、 国際的な交流が促進されることが期待されます。この成功の裏には、ただ単に一つの曲のランクインだけでなく、数々の人々の努力とサポートがあります。アーティスト自身の努力はもちろんですが、その周りにいるスタッフやファンの支援も欠かせません。彼らの熱意と応援があってこそ、このような快挙が成し遂げられたのです。今後も、 ナンバーアンダーラインアイとそのスタッフがさらなる成功を収めることを願ってやみません。彼らの音楽が世界中の人々に届き、多くの人々の心に響き続けることを願っています。これからも彼らの活躍から目が離せません。SNS が盛り上がる。曲が世界中で聴かれるのを願っています。ゴートをみんなで泣かせましょう。ヤッホー。 素晴らしい。この驚くべき出来事に対して、心からおめでとうございます。私たちは次の章に進みました。おめでとうございます。ワオ。おめでとうございます。ナンバーアンダーラインアイとそのスタッフ皆さん、本当に誇りに思います。ゴートはさらに上昇すべきです。アメリカの iTunes チャートでトップ10入りし、 ヒップホップチャートで3位とは、大真面目に、信じられない。これを聞いてとても嬉しいです。本当にゴートですね。おめでとうございます。ゴートはアメリカの iTunes チャートに追加されました。さらに、ヒップホップチャートで3位にランクインしました。ついに全米が気づきました。おめでとうございます。ナンバーアンダーラインアイ。 私もサポーターになりたいです。愛と平和を。ゴートは本当にエキサイティングな曲なので、大好きです。日本の曲なのに、こうしてみんなが聴いてくれるなんて。ナンバーアンダーライン愛最高です。曲を毎日聴くのを楽しんでいます。おめでとうございます。ブチカマを続けてください。あのステージを見て、 楽曲が気になって聴いてくださった人がこれだけいたという意味。彼らの夢の第一歩。これからも自分たちを信じて仲良く突き進んでね。応援しています。紅茶らをきっかけにたくさんの方が聞いてくれたんですね。嬉しい。素晴らしいですね。これをきっかけにもっともっとたくさんの人に知ってもらえますように。本当におめでとう。 嬉しすぎるお知らせありがとうございます。自分のことのように嬉しいです。素晴らしいお知らせをありがとうございます。おめでとうございます。さらなる飛躍を記念しています。ゴートは当然の名曲です。そして何よりも、これは私がヤギに対する強い思いの結果です。私はナンバーアンダーライン愛とゴートに関わる全ての方々を尊敬しています。 おめでとうございます。アメリカでのトップ10入りとヒップホップチャートでの3位。それは素晴らしいです。ナンバーアンダーラインアイ555。限界はありません。BRR。おめでとうございます。コ茶チャラの効果ですね。ジャクソンさんにも本当に感謝です。何より3人がぶちかました結果ですね。おめでとうございます。 三人がこだわり抜いて作り上げた最高のデビュー曲が世界にとどろきますように。やったね。嬉しくて涙が出てきたよ。おめでとう。おめでとうございます。ステージめっちゃかっこよかったです。これからもどんどん世界にとどろいてください。いつもドキドキとワクワクをありがとう。最後に、この成功を称えつつも。 これからも彼らの挑戦と成長を応援し続けましょう。ナンバーアンダーラインアイの音楽が世界中に広がり、さらなる成功を収めることを心から願っています。皆さんはこの成功をどのように受け止めますか今後、ナンバーアンダーラインアイの活躍に期待することは何でしょうかぜひ、あなたの意見や感想をお聞かせください。